前回までのあらすじ。逃げ惑うたぬき娘がミンクに誘われやってきたのがここアニマシティ。お祭りに逃げ合う人、 ET 涙する狼、怪しい事件の匂いとミチルの隠された真実、彼女は実は人間だったのだ。どうもニュジマです。この動画ではアニメ BNA の感想を絵を描きながら語っていきます。今回は第2話、ラビットタウン。人間の姿になった狼男は意外とミステリアス。思わず目をそらす思春期たぬきが可愛い。こういうの好きやねん。行くあてのないたぬき娘は狼男に誘われ、友人生活協同組合に案内されます。そこに出会ったのが気のいい夫婦、ジェムとメリッサ。居候の部屋を与えられ、温かく迎え入れられるミチルだが、人間であったことは誰にも信じてもらえません。そんなこんなでジェム、メリッサ、そして狼男改め狼素人の居候生活が始まります。1話ではいまいち伝わらなかった獣人特区アニマシティの文化がなんとなくこの2話で見えてきます。彼らは獣人と人の姿を自由に変化できる。なぜかミチルは変化できない。獣人の姿は乱れに人前でなるものではない。人間社会と異なり、力暴力性優位な社会。こんな感じのことが分かってきます。ちょっと面白くなってきたぞ。そんなこんなでなくした財布を探すうちに、怪しい街ラビットシティにたどり着くミチル。人間の姿になれないことがあだとなり、街の女ゴロつき集団に捕まってしまいます。ゴロつき女ギャングの元締めグラングランマが出した条件は、身寄りのない子供獣人に文字を教えてほしいということ。街の負の面を見たミチルは覚悟を決めるのであった。なんとなくミチルのバックボーンが見えてきた気がします。獣人になってしまう1年間宿なしで生活していて、実は結構タフ。しかし優しさ、正義感は失っていない真の強さがある。タヌキというよりイノシシのようなイメージだ。しかし現実は非常。物語は進むと、実は集められた獣人孤児たちは密売目的で育てられていたことがわかります。牢屋に閉じ込められる子供とタヌキ、読み書きできれば高く売れる、ミチルの善意を利用した最悪のシナリオだ。しかしタヌキは諦めない。牢屋にしがみつき、もがくもがく。諦めずに手を伸ばせばきっと届く。希望のあるセリフには勇気をもらいますが、まさか本当に腕を伸びるとは思いませんでした。タヌキはタヌキでも常識外れの化けタヌキだったということでしょうか。ゲゲゲの某太郎さながら妖怪変化で子供たちを助けます。そして間一髪でシローが登場。必殺仕事人さながら敵を一網打尽。裏で証拠を抑えて捕まえる機会を伺っていたようでした。子供は助かり、財布と身分証を取り返したミチル。これにて一件落着というわけですが、虐げられる子供、そうせざるを得ない女性、アニマシティの負の側面、それらを目の当たりにしたミチルの怒りで物語は終わります。いかがでしたでしょうか。今回2話では獣人文化の性質が見えてきて、がぜん面白くなってきた印象でした。獣人の姿のままでいる子供の描写が多かったことから、獣化している状態というのは無垢な姿、感情を抑えていない姿と考察できます。そうなるとますますミチルの立ち位置は面白くなりそうだ。冷徹な顔をかぶったシロ、感情を出し続けるミチルという見方もできるかもしれません。ストーリー的に結構ヘビーなところをミチルのタヌキ力でグイグイ見せてくれる、そんな2話でした。それではご視聴ありがとうございました。またネットのどこかの動画でお会いしましょう。